こすがわらと申します。力首から骨つむぎ、呪う悪魔の下流より、帰りは遠い。ゆら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 濡れどくろ、笑うお化けの影揺れる。勇気はよいよい、帰りは怖い。カッパの男性、どこへ行く。まで行ってくださいな。え、こんな晩に大変ですね。さあさあ乗っておくんなさい。いや、晩ですね。そうかい、私には嬉しい夜だけどね。変な笑い方やめてくださいよ。気味悪くて。さあ着きましたぜ。あれれれ、いない。乗ってた娘がいない。やられた、乗り逃げだ。ああ、こんな晩にこんな遠くまで走らせて、どこ行ったのかな。あ、丘の上に人の姿が。あれはさっきの娘。よーし、とっ捕まえてやる。とうとう、私の昔住んでいた鬼面山に来た。岩よ岩よ、世紀よみがえりて、土となり石となって城を築け。私の城、恐怖城。岩が崩れていく。城だ、城ができる。お前は運転手、よくも見たな。妖怪だ。逃しはしないよ。助けてくれ。恐ろしい、妖怪だったぞ、あの女。車でずっと朝がもう大丈夫。逃げても無駄さ。お前の血は私のもの。出た。ハンドルが動かない。前は何、落ちるよ。ダメだ。
恐ろしい一夜が明けて、やがて朝が来た。タクシーが落ちた谷のそばに三つの人影が近づいてきた。それはひどい嵐だったな。かんこちゃん、ドクベさん、私カッパだもん、嵐なんてへっちゃらよ。さようで、何しろこのところひじり続きで、この甲羅の六兵衛、水に飢えておりましたからな。チェ、これだからカッパ相手にすると調子が狂うんだ。黙って、人のめき声よ。なんだって。さて、見ろ、谷の底に人間が伸びてる。本当だ、ゆべ嵐で谷に落ちたんだ。助けよう。よし、さ、このコウモリ傘をパラシュート代わりにして谷の底に降りるか。観光庁さん、サッペイ、しっかり捕まるんじゃ。それ行くぞ。苦しい、助けてくれ。おじさん、しっかりしなよ。傷は浅いぞ。お願いです。この林の向こうに城があります。そこまで私を連れてってください。え、わしがかい。世話かけるの、まあ仕方ない。ほれ、肩にすればいい。あれがこの辺りで有名な恐怖城です。まるで西洋のお城、そっくりね。本当、来てみて、住んでおかえ。いえ、私の母と二人。お母さんと二人か、いいな。さっぺい、まあほれ、城へ入ろう。